あとお互いに言って大混乱になって、さっき言ったみたいなその、NFAC っていうんですか、 NFAC、この団体が、まあ、日本語に訳すと、バカなことはやめろ連合みたいな、なんかそんな名前になるらしいんですけどね、こういった団体、それからこれに対抗するもともとあった白人のそういう武装団体っていうのがこれありますんで、そういったところからぐっちゃぐちゃになっていくんじゃないのかなという感じがしますね。で、日本国内でこれ皆さんこういう工作に合わないためにちょっとお話ししておきたいのが7番お願いします。はい、日本国内にもこういう免許も来てます、来てますというか出てます。身分証明書類偽造、はいはいですね、これは、私がやってた段階のお話を参考にしますとですね、まず入力フォームが CD に焼かれて、もう出てます。だからあの作りたい人のその免許証が欲しいという人の名前と住所、本人が希望している住所とかを打ち込むと、ちゃんと印刷してピロンと紙が出てくるように、もう入力フォームがもう出てて、もうずいぶん前から私が警察やってた辞める頃にはもう出てましたね。で、その他にその日本の免許には漢字とひらがなが必要なんで、これ南米系がもうやってたんですけども、はい、自分でやっておきながら当たってるかどうか分かんないんですよ。例えば表側には杉並区長のハンコが押してあるのに、裏側には杉並区長のハンコが押してあるのに、住所が別の港区だったとかですね、そういう間違いは南米系分かりませんので、そこら辺漢字が読める中国人が絡んでることが圧倒的に多いですね。で、間違いが多いと、それからホログラムシールですね、これがついてれば OK と、その私が辞める頃の警察官がやっぱホログラムこうやって見ると、あ、写ってるっていうことで OK だったんですけど、このホログラムも偽造されます。これは普通のなんか印刷会社でやろうと思えばできちゃうらしいんですけども、日本国内でそんなの頼んだら、印刷会社がこれおかしいぞという話になって100万入るんで、これ海外に頼んでましたね。で、海外からこのホログラムのシールが束になってくんだけども、税関の方でもこれは把握できたとしても、はい、どうやって把握するんだかあれなんですけども、把握できてもそれは偽物そのものではないんで追っかけられないということで、追跡調査するしかないわけですよね。その荷物がどこに行ってそこでどうなってるのか、俺警察と連携するしかないんで、そこで抑えられればね、一番なんですけど、そこら辺がちょっと難しいところだったんですね。で、この卸の受け渡しは郵送でも OK なんですけども、主に地方の駐車場でやってるんですよ。真っ暗な駐車場で、はい、そう、地方の方だと、みんな車でお店に来るんで、ファミレスなんかの駐車場すごいだたっ広いんですけども、夜になるとですね、電気が端っこまでこうついてこうパッと見えないんで、そういうところに外国人の車がこう来て、で現金勝負なんですね、記録に残らないように、振り込んだりとかすると後でこう出したって見えちゃいます、はいはいはい、そういう現生でですね、現生でやって実物をもらって、もらった人がそれぞれ届けるとか、あと個別にそれやってたりとかですね、そんでそれがあるだけで、この複数国の外国人が購入するようになったんです。このやつらは中国人そのキラキラって言うんですよ。こうやって写すとホログラムって言わないし覚えないんで、写るとキラキラって写るんで、日本語のキラキラそのままキラここにキラキラ入ってるでしょというふうに言いますからね、でこのキラキラがついただけでですね、偽造旅券とセットで3000円だったやつが8万円から9万円になりました。1枚でですよ、単体で。すごい儲けだったんです。これがもう中国人だけじゃなくて、イラン系の人たちがですね、それ欲しいとかですね、でせっかく商売するんだったら、俺たちの社分を薬物も流してあげるからそっちでやっていいよみたいな、販路拡大につながっちゃってですね、めっちゃくちゃな状況になったんですけどね。でただしこれは組織的にっていうよりも、まあ、マニュファクチュールっていうんですか、金石工業制程度だったんですけども、今はこれが組織でやるとしたらできないことはないと私は思います。もうこの話だってもう10年以上前ですからね、ですから、はい、中国の短期、まあ、8番最後ですね、行くわけですよね。中国の短期的対米工作目標は、まあ、こう、これはあくまで私が考えてこうじゃないのかなというふうに考えているところは、日本はその親中化もしくは南下させると、ちょうどその安倍総理が
今度交代する総理が交代するというところで、これはうまくいったらクリアできるかもしれませんよね、絶好の機会かもしれないという、ね、うん、そうですね、あとアメリカに関しては混乱に陥れる、バイデンが当選するにそんなに力入れなくても混乱に陥れるのは大事、はい、それ自体が目的、そうです、うん、はい、あと日米軍事同盟もこれトップ2人がいきなり変わっちゃったらですね、また一からあの、はい、個人的なレベルから信頼関係構築していかないと、そのなんていうんですかね、接触にあの障害が出てきますんで、あ、まあ、そういったところから、それとファイブアイズに今度日本が入るって言ってますけどね、これについては日本もそうだったんです、このファイブアイズに、入らなかったんだけども、個別の国にそれぞれのやり方で接触をして情報を取っていた、それが今回あのイギリスのお誘いで、はい、日本も入ったらどうっていう話になってますんで、で中国側も当然これは個別に仕掛けて、あっちの国ではあのファイブアイズに入ってるカナダの方は実はこんなことやってるけど、お前たち知らないとかってわざと偽情報を流したりとかですね、みんなアングロサクソン系諸国ですね、いろんなことやっていきますからね、なんでこんなことやるかっていうと、結党100周年に向けて目に見える成果を出さなきゃいけないです、共産党結党100年、来年結党100年7月の多分1日にお祝いやると思うんですけどね、その時に言える、あの成果っていうのはこれないんです今、経済第2位の大国って言ったって今ガタガタですしね、そうですもんね、うん、あと今なんとか頑張っていけるのは軍事的なところしかないんで、それを使い始めるかもしれませんよね、で一番それ使って仕返しされない国はどこですかって話なんですよね、それがまさに私たちの国なんで、その仕返しされないための工作もある程度進んでいきます、あのもう進んでますし、はい、これからもその工作を仕上げに移るんじゃないのかなというふうに考えております、はい、まあ、あの偽造免許からあのアメリカの選挙にどうやって影響を及ぼすかっていうところから、まあ、私たちの国の中でもこういったものがありますよというところをちょっと今日ちょっとお話しいたしました、はい、藤井さんいかがでしょう、いや、あの、ここ日本ももちろん危ないですで、アメリカは確かに先ほども申し上げたけど、選挙は混乱させることは可能、あの非常にたやすくできるんですよね、っていうのはその偽投票不正投票がバレちゃってもいいわけですよ、ある意味で大量にバレちゃったら、いやちょっと待てよと、はい、全部票また数え直しだぞとかね、いうことになっちゃうん で、これ郵便に来たのなんてのこれ、その真偽の確かめようもなくなったりするから、だからその混乱を起こすってことは非常に簡単にできるってことですよね、うん、だからもちろんあのサイバー攻撃も含めてですけどね、はい、これからね、はい、あのこれあのインチキを頼んで嘘の証明書を頼んだ人っていうのはずっと今度脅されるわけですよ、うん、例えば俺北京大学出たなんて出てもないのに偽の証明書頼んじゃったら、はいはい、もう、ずっとその組織に脅かされ続けるわけだからね、そういうことですよね、そういうこと、そういうこともありますよね、日本でもあの借金まみれになっちゃって新しい身分証明書が欲しいなんて思う人がいるかもしれませんけども、まあ、まさにこういうのが来たら渡りに船ではあるかもしれないけども、その時に渡りに船であってその船が泥船かもしれませんしね、だからそういうこともありますんで、日本人自身もこれ気をつけていかないと、こういうところに加担してなんかあの振り込まれちゃったりとかするだ、それだけでも弱みを握られているのと同じような状態になりますので、まあ、そういったところはあのこれをご覧の皆さん様方個人個人にもこう気をつけていただきたいなというふうに思っております、はい、はい、ありがとうございました、本日の坂東さんの虎ノ門警察24時中国の対米大統領選挙工作は可能かと題してお届けいたしました、お疲れ様でした、ありがとうございました、さあでは後半ニュース、お時間も迫ってまいりましたが、藤井さんニュースいかがいたしましょうか、今日これだけは取り上げたいっていうのはね、台湾総統域内、保全で同盟呼びかけってやつですね、はい、こちらですね、はい、参りましょう、蔡英文総統アジア太平洋域内保全で同盟呼びかけという、こちら後半深入り参りましょう、こちらは AFP 通信の記事を一部割愛してお伝えします、台湾の蔡英文総統は8日台北で行われたアジア太平洋地域の安全保障に関するフォーラムで演説し、中国が周辺地域で示している拡張主義に対し民主主義諸国は立ち向かおうと呼びかけました、蔡氏は名指しこそしなかったものの中国を念頭に置いた発言であることは明らかです、その中で台湾は独裁主義による侵略から民主主義を守る最前線にいると蔡氏は述べ、民主主義国の同盟によって自由と人権そして民主主義は守られるだろうと語ったということです、また同じく中国の国名は挙げずに南シナ海や台湾海峡における軍事行動や
他国や企業に対する強制外交に触れた上で、志を同じくする国々、そして民主主義の友好国が一方的な侵略行動を抑止する戦略的秩序を維持する時だと述べ、一国だけでは地域の平和と安全を維持できないと強調。それらの同盟こそが我々が最も重視する価値観、すなわち自由、安全、人権、民主主義を守ることができると主張しましたとなっておりますが、藤井さん、はいはい、これに関してここのとこね、米台関係ですね、アメリカと台湾の関係がですね、非常に進展してるんですね、はい、でこれ軍事と経済両方なんです、で、経済の方で見るとね、8月28日に、はい、今まで台湾がね、アメリカからね、輸入できなかった豚肉と牛肉、これをね、輸入を許可したんです。